こんにちは、七色の扉です。今回はワッツさんよりご提供していただいたグッズと、後半は購入品をご紹介します。最初はミッフィーマグネットフックです。それぞれ110円です。下の方の先端を曲げるとフックになる、今は入手困難な超人気グッズです。全部で6色ありますが、そのうちの5色です。カラーはグレー、ブルー、グリーン、イエロー、ブラウンですが、他にもレッドがあります。ミッフィーの裏側に磁石があり、先端にはスチールが入っているので、短い範囲ですが折り曲げてかけられます。推奨耐荷重は 50g なので、あまり重いものはかけられませんが、小さめのハサミならかけることができました。使わないときはどこか貼れる場所に貼って飾っておくのも良さそうです。お店で見つけたら超ラッキーなミッフィーマグネットフックです。次は机にくっついて倒れないペンケースのオクトタツです。それぞれ330円です。こちらはファイル用品やテプラで知られるキングジムさんの製品です。このオクトタツはユニークな製品で、そこには吸着パッドと衝撃低減バネがついていて、その2つの効果で机にピタッと密着し倒れないのだそうです。使い方は、底蓋を開けてペンケースを机に密着するように置くだけです。キャップの部分は底蓋に重ねて置けます。サイズは大きい方が直径 60mm×高さ 215mm で、ペンが15本収納できます。蓋には小物入れもついていますので、ジェムクリップなど事務用品も収納できます。定価だと1200円プラス消費税するものです。小さい方のサイズは直径 48mm×高さ 192mm で、ペンが約8本収納できます。小さい方には小物入れはついていないです。こちらは定価だと950円プラス消費税するものです。カラーはどちらもピンク、赤、黄、緑、青、黒の6色展開です。こちらは机に設置する前に、机のほこりや汚れを取り除いてから使用するようご注意ください。吸着力が低下した場合は、ウェットティッシュや水で濡らした指で拭いて自然乾燥させると吸着力が戻ります。持ち歩けるペンスタンドとして、デスクワークされる方にとっても便利なペンケースのオクトタツです。次はラクラク毛玉トレールという名前の毛玉取りです。110円です。私は電動の毛玉取り機でセーターに穴を開けてしまって以来、電動以外のものを使うようにしています。徐々に冬物をしまおうと考えていますので、その前に毛玉のついた服をすっきりさせるためにこちらを使ってみようと思います。使い方は、衣類を平らなところに置き、衣類の片側をしっかり押さえて、折り目に沿って軽く擦るように本ピンを移動させます。このシルバーの網の部分の材質はアルミコーティングされたポリエステルです。サイズは縦 7.5cm×横 6.5cm です。使用時は強く擦ると生地を傷める恐れがありますので、軽く擦るようご注意ください。また薄い生地やモヘア、カシミヤなどの毛足が長いものや高価な衣類への使用はおやめくださいと記載されています。次の冬にすぐに着れるよう、気になる箇所だけささっと毛玉を取っておこうと思います。次は爪が長くてもボタンかけやすいアシストフックです。110円です。ボタンをかけるときに、マニキュアやジェルネイルをされている方にありがちな剥がれたり浮いたりするのを防ぐお助けグッズです。私は油断をするとボタンをかけるときに人差し指の爪が割れてしまうので、困っていたときにこのグッズに出会いました。
使い方はボトムスのボタンの穴の外側からフックを通し、ボタンに引っ掛けます。ボタンごとフックを引き戻し、ボタンをボタン穴に通すだけで簡単にボタンが掛けられます。こちらの材質はステンレスですので、エッジ部分で怪我をしないようご注意ください。右利きの私は右の人差し指だけ二枚爪になることがたびたびありますので、これから使ってみたいアイテムのアシストフックです。次はお菓子袋をポーチにするお菓子袋リメイクポーチキットです。220円です。キットの内容はラミネートフィルム1枚、白のジッパー1個、両面テープ2枚、作り方レシピ1枚です。このようなジッパーなので縫わないといけないのかと最初は思いましたが、針と糸はいらないのでその点はハードルが低いかと思います。他に用意するものは好きなお菓子袋とハサミ、カッター、カッターマット、物差しですが、あとこだわりのある方はギザギザタイプのクラフト用ハサミもあればと思います。お菓子の袋ですが対応サイズがあり、高さ20センチ×幅 16.5 センチまでのものになります。作り方は写真付きレシピがありますので分かりやすく、それを見ながら順番通りに作るとお菓子袋のポーチが完成します。私はミルキーの袋で作ってみました。プラスチック袋のミルキーだと袋が小さすぎてジッパーがかなり余るので、こちらの方が少し大きいサイズなので、あえて紙袋のミルキーを選びました。ラミネートフィルムは袋を開いて表に空気が入らないように貼り付けますが、やはり空気が所々に少し入ってしまいました。ジッパーは両面テープに貼り付けていますが、ラミネートに貼り付けているため、すごくよくくっつきますので、慎重に少しずつつけた方が良いです。ジッパーの端は1センチほど余ったので中に入れ込んでいます。下の端はハサミでギザギザにカットすると完成です。作り始めたら失敗しないように集中してしまうので、時間を忘れて楽しめるかと思います。作ってみたい方は店舗かオンラインショップで探してみてください。次はシックローズシルバーです。ここからは購入品になります。ゴールドが販売されているので、次はシルバーだろうなと思っていたらやはり販売されました。ゴールドは全体が金色でしたが、シルバーはお花と葉の部分がシルバーになっています。他のシックローズとは違い、カラーが明るめなので軽く見えるのと、あと光を浴びると他のシックローズよりもキラキラして見えます。ゴールドと合わせてみたり、ブラックをお持ちの方ならブラックにもよく合うかと思います。もちろんシルバー一輪でもとっても綺麗なシックローズシルバーです。次はバススマートフォンホルダーです。440円です。こちらは浴室の壁に貼り付けて、スマホで動画などを見るためのグッズです。このような四角いものが2つ入っていて、その裏側にはカビを傷つけにくく錆びないラバーマグネットが使用されています。また分割タイプなので、サイズの異なる防水スマートフォンも位置調節するだけで使用できます。1個のサイズは幅 50mm× 奥行き 23mm× 高さ 50mm です。対応するスマートフォンは厚み 14mm 以下、重さ 250g 以下です。購入する前には、お手持ちのスマホが浴室で使用可能なのかを取扱説明書で確認してください。私は浴室ではなくキッチンで使おうと思っています。壁に貼り付けてスマホでレシピを見ることもできますし、動画や配信ドラマ、音楽など調理しながら楽しむこともできますので、活用してみようと思います。